めちゃくちゃ低い。はい、琵琶湖ガイドの安井です。今日はですね、プライベートフィッシングで地元愛知県の、用水路、河川をね狙っていきたいと思います。ここ最近自分のマイブームであるこのチグスピナ、ジャイロサ31、これをね巻いてドーンっていう感じで、バスだったりナマズだったりライキョだったりっていう感じで、いろんな魚種でちょっと巻いて狙っていきたいと思います。はい、今回ナマズ釣りで使うタックルセッティングの紹介になります。こちらね、ロッド、リールに関しては普段からね、琵琶湖ガイドや小三川、おかっぱりで使ってるタックルと同じでバスタックルで大丈夫です。ちなみにこちらダブルダッチ PG68MR、 ミディアムクラスにフロロ10ポンド、12ポンドクラスが巻き物をね、今回やるこのジグスピナーに関していったら巻きやすいので、おすすめのタックルセッティングバランスになります。でこちらですね、ジグスピナー、キラキラ系のブレードがついたワイヤーベイトなんですけど、こちらに G クラックのジャイロスター3インチとイモリッパー60を、ローテーションしながら狙っちゃうっていう感じでこのセッティングでやってます。でジグヘッド、ジグスピナーなのでジグヘッドなんですけど、こちらはハヤブサの FPJ タイプラウンドの32分の3オンスか、もしくは8分の1オンス。程よくね、キャストが決まりやすいウェイトで、このジグスピナーの回転に対してバランスが崩れない重さがこの2つのウェイトになります。こちらをね、使ってジグスピナーを巻いて狙うっていう感じのタックルセッティングになります。めちゃくちゃ低い。はい、ジャイロスター31ジグスピナー巻いて、いいサイズのナマズ来ました。真っ黒くてかっこいい。今狙ったのはここの護岸沿いの流れ込みがこう出てるところのとこを、こうキラ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 っとっていう感じで、こうね、反転して食ってガチ食いっていう感じが、こうね、フッキングした位置でもわかります。はい、ジャイロスター3インチジグスピナー巻いてナマズ来ました。今巻いた側はね、日中なんで、ああいうシェードのね、護岸沿いのシェードをこう巻いていったら、もうギョンギョンギョンっていう感じでひったくってくれました。いいね、やっぱね、日中でも全然反応がある、こう巻いて釣れるナマズはね、面白い。はい、お疲れ様でした。今日はですね、地元の用水路、地元愛知県用水路でこうね、ジャイロスター3インチジグスピナーをセッティングして巻いて狙うっていう感じで、1時間ないぐらいかな、昼間日中なんですけど、暑い時間帯の中、
巻いて釣れるかっていうのを試してみたら、やっぱりね、ちゃんと巻けば釣れるっていう感じで、今回こちらのジャイロスター3インチをセッティングしたジグスピナーでナマズがね、何匹か釣れた反応があったっていう感じでした。まあ、こちらね、ジグスピナーなんですけど、結構ね、釣り始めた初心者の方とか、巻物意識が苦手な方とか、でも簡単に巻いてね、釣れちゃうルアーなので、ぜひね、これね、騙されたと思って使ってみてください。ということで、今日はですね、地元、愛知県、用水路で狙う巻物の釣り方でした。